っくりでいいでしょう。で足の甲を寝かせる、かかと天井のままね。でここから右膝を一度ね胸に近づけて背中丸めてから、ちょっと後ろ右足伸ばしましょう。そうです。でお腹骨盤とねマット平行の位置。次の吸い気で右膝曲げて胸横通り胸前吐いて後ろスーッと伸ばしていきます。そう、自分のペース繰り返しましょう。吸って膝曲げて胸横前吐いて後ろ、自分のペースあと3回。なるべくこの胴体の部分、体幹の部分はね安定させたまま足の付け根を動かしていきます。そう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 、自分のペース。ね、3回終わったらキープして、お腹引き上げ、安定してる方左手すっと引き抜き、耳の横腕、手のひら内側、首の後ろ長く、頭頂とお尻の尾骨、お尻の割れ目のちょっと上の骨ですね、そこを引っ張り合うようにキープです。そう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 、あと3つ、2つ、1つ、手足下ろしましょう。四つ這い戻ります。足の甲寝かせた四つ這いから一度左膝曲げて左の胸に近づける、背中丸め、すっと後ろ伸ばす、背中まっすぐです。足の位置はね少し下目でもいいので、骨盤の位置安定するところです。そうそう、横の鏡見てもいいです。でお腹ね落ちがちなので、お腹もちょっと引き上げてみましょうか。さあここから吸って左膝胸横前吐いて後ろ、自分のペースでいいです。吸い、吐いて後ろ、あと3回自分のペース。足の付け根をねぐるぐる動かすように、そう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 、ゆっくりでいいですね。自分の呼吸のペース、そうそう、お尻の位置ねちょっと調整したりしながらいきましょうか。そう、お腹も使うので、ちょっとね首の後ろも落ちがちになるので、首の後ろも長く伸ばしてくださいね。そう、ラストキープで、体が安定したら右手すっと耳の横腕で、頭頂前にお尻後ろ引っ張り合い、こ背骨まっすぐ伸ばすイメージ、一骨一骨スペース空ける。そう、ここも左右差出やすいところです。あと3つ、2つ、1つ、手足ゆっくりと下ろして四つ這い戻りましょう。一度ね膝の間スペース空けて、かかとの上にお尻、おでこマット、緊張した背中緩めましょう。手の幅や肘の角度は、背中が気持ちよく広がるところはご自身で調整していきましょう。大きく手を広げたりね、肘曲げたりしていいですよ。呼吸を整えて、では両手お顔の横、吸いながらゆっくりと背中丸めて正座のポジション、正面吐いて一度一呼吸つきましょう。さあゆっくり起き上がりますね。そうで、足崩してお水取ってください。でここからちょっとね足の付け根さらに動かしたいので、で準備できたらマットのね一番前じゃなくて前の方で足を閉じた膝山形の状態、足ぴったり閉じていきます。で頭を後ろ仰向けの姿勢になり、で両手体から少し離して手のひら下向きいきましょう。で足をしっかり閉じたまま、で腰痛い方はねペタンと倒しきらなくていいので、腰がね気持ちよくねじれるところまで右左と自分のペースで膝を左右に倒していきましょう。ポイント、しっかり足を閉じます。そう、で足閉じるとね結構腰の負担が大きいので、腰痛い方は調整してくださいね。膝パターンと倒れすぎないようにしましょう。さあ約ほぐしましょう。天井方向、膝の動き静かに止めて、そのまま両膝胸に近づけ、両手で抱える、膝を胸にぐーっと近づけて腰背中大きく伸ばすイメージ、背中が大きく広がり
背面の緊張を取り除いていきましょう。そのまま右手は右膝、左手は左膝を捉え、で両足先スッとね軽く伸ばしていきます。で両手はね膝を捉えて、で膝ねどっち回しでもいいので膝で円を描くようにして足の付け根ぐるぐる回していきましょう。でここもね膝を動かしていきますが、意識したいところは足の付け根です。ゆっくりねこう手でサポート入れながら足の付け根ほぐしていきましょう。今度は反対回し、ゆっくりねお腹抜けると腰がちょっと反りやすいのでお腹も使っていきます。そうでぐるぐる回す。ではね膝の上がき中心で足を閉じたところで止めて、右膝だけ抱えて左足伸ばしていきましょう。さらに深く息吐いて右膝右の胸近づける。で顎先浮かないように首の後ろ長く軽く顎を引きます。喉詰まらないところ、ここから右のかかとを自分の方に近づけ、両手でね手をぐーっと引き寄せていきましょう。右のお尻電筋ストレッチしていきます。でしっかり引き寄せて、そうこのままでもいいですよ。余裕がある方左膝曲げて右の足の甲あたり、そうでかけて、両手で左膝捉えていきましょう。左膝左の胸近づける、ここも顎浮かないように軽く顎を引きます。そう伸ばしたままでもいいですよ。そう大丈夫、そう OK ね。で届きづらい方はかかとの下から手取ってもいいですよ。太もも側から、そう大丈夫かな。では両手外して左足膝曲げてた方伸ばしましょう。右足裏を左もも膝のあたり、ももか膝のあたりを置いたら、左手右膝外側と右手体の横に下ろし、少しずつね体左にねじりましょう。右膝を倒す。でパターンと右膝ついちゃってもいいです。今日はね右肩浮かせていきましょう。そこから右手下から手先ぐるーっと通し、お顔の横通り、右手を斜めにぐーっと引っ張り、手のひらは天井、右手中指と右の膝を引っ張り合うように、右の脇ね気持ちよく伸ばしましょう。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。